それでは次の方ドア。ああ死ぬかと思った。皆さんどうも、日本貸し協会会長田辺康雄です。さてこの4月から皆様に見ていただきました、貸し協会コロナに負けるなリレー歌謡祭、延べ132名の方がリレーに参加をしていただきまして、本当に皆様に好評をいただきまして改めてお礼を申し上げます。そこでですね、実はこの好評をいただいたおかげでですね、なんと7月の3日から BS テレビ東京で、お正月に放送いたしました日本貸し協会12時間歌謡祭、これを1時間の番組として12週にわたって毎週金曜日午後9時から放送いたします。今度はテレビでまたお会いできることになりました、改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、また私の歌でも聴いていただけますか。よろしくお願いします。僕がですね歌っておりますヘイポーラという歌、これを今回はあずさみちおさんもいなくなってしまいましたんで、その代わりといってはなんですが、ここの由美子という歌う人がいます。その2人でもって歌ってみたいと思います。初めて会ったあの時は二人ともぼーっとただ黙ってた。いつまでも楽しみに。